部首、国構えを決めるコツです。まずは筆先を整え、美しく尖らせます。右利きの方は右斜め下へ書くといいかも。左利きの方は左斜め下へ。体幹で尖らせ方をマスターしましょう。今回の課題をさらっと書くもよし、筆に慣れ腕と一体化するようなイメージを持ちましょう。筆先は円錐のようにツンとさせます。紙が真っ黒になるまでいっぱい書きましょう。筆先を整えてなんぼなので一生懸命やりましょうね。運動で言えば柔軟体操のようなものです。赤い絵や上の筆ペンが理想的。下の筆ペンは筆先がパックリと割れてしまい、筆の替え時かもしれません。国構えを書いていく。一画目の縦線は紙と筆を45度くらいに書き始め、最後は左に寄せて軽く押さえる。二画目は横細め、縦線へのカーブで角度をつけてから太めの縦線にします。最後は一画目と同様左に寄せます。最後の横線は両サイドの縦線からやや上に細く書きます。美文字のコツは、注意書きのようにメリハリをつけて刺繍筆を丁寧に、一画ごと集中しながら若干湾曲させています。縦太め横細めです。書くにつれて上達するので楽しんでみましょう。細い国構えを書きます。筆圧を加減し、しなやかで優雅な線を書きましょう。太いか細いかの違いなので、基本線の書き方は同じです。美文字のコツは、細いながらもカーブを描きメリハリをつけると字に躍動感がありかっこよくなります。もともとの筆圧に寄せてお好きな方で練習してみてください。やばい字を克服しましょう。パッと見は太め豪快な字ですが、一画ごとにお手本をよく見て書き込む方がいいでしょう。二画目のカーブはよく書けています。1日10分毎日練習されるとかっこいい字に近づきます。美文字のコツは、注意書きのように一画ごとを丁寧にコツコツ練習しましょう。ぽってりしすぎているので細い部分を書けるよう練習しましょう。筆と紙の角度を改善できたらぐんと見栄えが良くなります。応援していますので頑張ってくださいね。図を太めで描いていく。個性をアピールしたいので全体の印象は丸めに描きました。一画目はスッと太く、最後は左に寄せてつく。二画目は横線が細く、カーブで角度を整え、縦線は太めにし、最後に左へ軽めに寄せます。点々は雫のような形に、左払いはサクッと細く、長めの雫をイメージしながら描きます。横線は両サイドの縦線より上に描き細くします。美文字のコツは、注意書きのように一字を書く前に一画ごとの個別練習をされ、いい感じになったら字のバランスを見ながら丁寧に書いていく。次は細めに書きます。細い字は筆圧の加減を調整するため意外と難しいです。繊細さを表現するよう書いてみましょう。書き方は太いも細いも大差ないので、書きやすい方で練習してみましょうね。美文字のコツは、注意書きのように一画ごとを丁寧に集中しながら書いていく。丸い字が好きなのでやや湾曲させています。流れるように書くと躍動感が出ますよ。やばい字を克服します。まず筆の持ち方に注目してみましょう。突っ込みどころ満載なのですが、筆ペンの良さを表現するには刺繍筆の基礎訓練が大切です。
美文字のコツは、注意書きのようにお手本をよく見て全体の字のバランスを取る訓練をしましょう。イメトレはとてもおすすめです。数ミリの鞘角度で美文字へ近づくので、集中して書く練習をなさるとぐんぐん上達します。諦めたら試合終了です。応援していますので頑張ってくださいね。